今日はですね、ビヨンズがですね、3月2日に、3月2日でしたっけ、3月2日でしたね、3月2日に、新曲を出します。ショパンとハムカツの曲を出します。それで、新曲情報ってのを見た、リリース情報ってのを見たんですよ。そしたら、今のところですね、ショパンとハムカツ以外、収録曲がないんですよ。で、去年だとね、地下鉄局、雨の森局、シーズニング局っていうのがあって、それで初回限定版 ABC って3つに分けられましてですね、収録されてたんですけども、今年はですね、なさそう。後から追加されるかもしれませんが、まあ、それも踏まえてですね、じゃあ地下鉄にですね、カバーしてほしい曲、楽曲、ベスト3というのを選んでみました。個人的に。だからこれ、ジュースも結構カバーしてるから、これ。いいんじゃないかなと思ってね。よその楽曲カバーしてるでしょ。ジュースジュースもね、ダウンタウンとかプラスティックラブとかね、いろいろカバーしてるんだから、地下鉄もカバーしたい、ね、地下鉄でカバーしてほしい曲いっぱいあるのよ。いい曲だから、面白い曲から、あ、ビヨンズらしいなってやつから、あなんか渋いなってやつから、あ、かっこいいなっていう曲もあるんで、ベスト3選んでみました。はい、というわけで、ちょっと第3位からいきましょう。はい、よっこしょ。よっこしょってね。第3位。はい。第3位はですね、恋の山手線。ね、はい。これです。1964年の曲です。はい。小林明の曲です。小林明って今の若い子知らないよな。知らないよな。おーね、俺の時代、40代、50代ぐらいだったらわかるで、小林明ってってね。まあいいや。でね、昔これね、恋の山手線とかね、昔自動車商家って歌ってたの、昔この人ね。恋の、なんか、ダイナマイトとかって、俺のダイナマイト2000トンだっけ、わかんないのから言うなって、ね。で、まあ、恋の山手線。で、これ何の曲かっていうと、まあ、要するに山手線の駅の歌をダジャレにしたやつね。ダジャレにして一周するやつね。で、内容は、まあ一応上のオフィスの可愛い子をデートに誘うのよ。池袋、とりあえず池袋に。で、デート誘って、高田のバーで、プロポーズするのよ。で、目黒で、ご飯いただいて、五反田のご飯いただいたのか。で、品川で買い物して、がっつり貢がされて、何も残らないで終わるっていうですね、もうバッドエンドなんですよ。ね、だから、なんか、でもなんかビヨンズっぽいだろ。で、個人的にね、地下鉄っていうのは結成させられた時に、あ、デビューシングルで俺これじゃねえかなと思ったの、一瞬、最初。これのカバーすんじゃねえかと思ったんだ。絶対これのカバーやるんだ、あれって思って。ビヨンズとかね、ネーミングを考えたら、ネーミング考えたら、どう考えたって地下鉄のデビュー曲これだろうと思って、思ったんですよ。うん。うん。だから、なんですけど、でもまあ、これカバーしたら多分ね、島倉莉子と江口さえは絶対切れると思うんで、ね、私たちに何を歌わせるんだということで、切れると思うんで、なかったんだろうなと思いますけどね。はい。ということで、第3位は、恋の山手線、山手線で、山手線なのか山手線なのか。はい。第2位、地下鉄に乗って。これね、1972年の曲、昭和47年、の曲です。これはですね、地下鉄に乗ってっていうぐらいだから、地下鉄の歌なんですよ。これ丸の内線の歌ね。で、まあ一応説明しますけど、これ、丸の内線に乗っているカップルの曲です。はい。で、一応ですね、多分私は推測で行くんですけど、銀座で映画を見たカップルが丸の内線に乗って新宿まで買い物に行く途中を描いた曲です。で、当時、当時の地下鉄の丸の内線はうるさくて、走ってる時は。会話が聞こえないぐらいうるさかったと。
だから駅に止まっている静かな時ぐらいでしか会話ができなかったと。で、だからその赤坂見附過ぎたあたりだから、次の駅に止まったらその区間で何言いたいのかね、何なんか一応話しましょうやと、ね、で映画の話でもしましょうかと。でも20秒くらいしかないんですよ、うん、でまあで3番でもう嫌気させて降りちゃうんですよ。四ツ谷を過ぎたあたりで、もうど新宿まで行かずに降りちゃって、 あと野となれ山となれみたいな曲なんですけど、私は四ツ谷三丁目で降りたんじゃないかなと思ってんだけどな、うん、これミュージックビデオ撮ったら面白いと思うんだけどな。いっちゃんとしおりんでなんか地下鉄座らせて、あ、隣ドレス座らせてね、隣同士座らせてね、いっちゃんがね、しおりんがなんか喋ってんだけど、いっちゃんが聞こえなくて、うんみたいなの、うん、もう雨の森も入れていいんだったら、前田心と山崎ゆはねとかね、前田心と今日の桃姫とか使ってもいいと思うんだけど、うん、そんな感じ。うん、一応ね、岩崎宏美がね、76年でカバーしてんだよ。だから多分やってやれないことはないと思うんで、だからレコード会社もソニーだし。ただね、問題なのがね、今これカバーするとね、とにかくこの曲ってね、地下鉄がうるさいっていう曲なのよ。まあ、うるさくて恋人同士の会話が聞こえないって歌なのよ。で、今こういう曲をリリースすると、カバーでも何でもリリースすると東京メトロから怒られそうな気がするんだよ。ね、地下鉄うるさくない、今の地下鉄はうるさくないってね。で、この曲は72年でできた曲だから、この当時はうるさかったっていうので成立するわけよ。72年の歌だから。うん。で、72年で出て、いまだにずっと残ってる曲だから。で、今こういう曲歌っても、あ、当時の地下鉄はうるさかったんだろっていうことになるんだけど、今これをね、まっさらな状態でカバーして出すと、今の丸の内線はうるさいってことになっちゃうんで、多分東京メトロから怒られそうな気がするんで、なんか、だから東京メトロからの仕事が来なくなる可能性もあるので、まあ、そこはちょっとね、やばいかもしれない。うん。はい。だからこの曲、だいぶ最近カバーしないんだよな。わかんないけど。うん。はい。ちなみに今の地下鉄の丸の内線は静かです。はい。うん。はい。で、第3位行きましょう。第3位がですね、丸の内サディスティック、1999年、椎名林檎の曲です。1999年ですからね、ラブマシーンと同じ年です。モーニング娘。と。でもこれシングルカットされてないんだよね。なんかカバー、うん、アルバムかなんかに入ってる曲です。隠れた名曲って言われてます。はい。ね、まあ、この曲もなんかカバーしたらかっこいいかなと思って。うん、で、あと、丸の内サディスティックって言ってるくらいだから、丸の内線の歌なんですよ、これも。うん、なんで、まあ、いいんじゃないかなと思ってんだけど、丸の内線の歌だから。地下鉄かカバーしてくれたら面白いんだけどな、うん。で、ね、これ曲知ったの俺知らなかったのよ、これ99年当時って、こういう曲があるって。知ったら最近よ、これ。都庁のね、ストリートピアノあるっすよ、あそこに。都庁の展示ボイスに。あそこでね、マルノチサディスティックって曲を連弾で弾いてる人がいたんだよ。すげえかっこよくて、うわ、なんだこれ曲がかっこいいなって。元曲なんだろうと思って調べたら、椎名林檎の曲だと思ってね、あ、こういう曲出してたんだと思って、あ、なんかいいなと思って。で、最近ハマったの。なんかね、今になったらハマるっていうね。こういうバージョンもあるからな、だから。うん。うん。で、最近だから、ほら、遠征行くときに聴いて曲に入りました。チラッと聴いてます。これも、ね、うん。それでね、この曲も一応ね、丸の内線沿線の曲なんで、結構ね、後楽園とかね、お茶の水とかね、池袋とか名前が出てきますから。うん。いや、地下鉄の歌ね。だから地下鉄って言うんだから地下鉄の歌出せやっていうね。東江戸線、大江戸線じゃなくてね、出せやと、私は言いたいわけなんですけど、いかんせん曲作ってる人がね、多分そんな鉄道に造形が深くないもんだから、分かってないんだな、多分。だから高輪ゲートウェイの歌とか使
作っちゃうんだよな、だからな地下鉄に地下鉄通ってねえじゃんあそこみたいなそのまあ感じなんですけど、でも私こうカバーするんだったら一応ねピアノ伴奏がいいな。だから小林ホロピーに弾いてもらってね、4人で歌うっていうのどうだろう。なんかこうこれでもってあれでスタンドマイクで歌ってもらうのどうだろうか。だからギター弾き語りなんだけど、でもなんか俺、ピアノバーでもいいかなと思うんだけどね。まあそんな感じなんですけど、ただねレコード会社がね東芝だからね、ちょっとねどうだろうどうだろうカバーするんだらどうだろうって感じなんですけど、はい。というわけで今日はですね、地下鉄にカバーして楽曲ベスト3っていうのを選んでみました。第3位が恋の山手線、第2位が地下鉄に乗って、第1位が丸の内サディスティック。言いにくいですね。いっちゃん風邪が悪いからちょっときついかもしれないですけど、丸の内サディスティックでした、ね。ということで、こういう結果となりました。今度ね、ハロプロでね、夜のドライブにぴったしの曲とかでやろうか。なるほど。朝に、いい曲とかね、朝に聴いたらいい曲シリーズとかの、あ、こういうのやってみよう、こういうシリーズを今度ね、ということで、今回はこういうバージョンでやってみましたので、ぜひ、橋本の土島のしんちゃんをぜひ、ですね、検討していただきたいなと思います。はい、以上です。